イラク特殊作戦部隊は2003年のイラク戦争以降、他国籍軍により再編されたイラクに存在する特殊部隊。1万人の人員で構成されている。2003年のイラク戦争以降、親アメリカが衆国政権誕生後のイラクに設立された。初期の隊員はイスラム教師や派教徒とクルド人を中心に、少数のイスラム教寸に派教徒が入り、 設立時より、ヨルダンの訓練キャンプにてアメリカとヨルダンの特殊部隊員から訓練を受けた。当初はコマンド部隊だけだったが、2008年時点では、イラク対テロ大隊とコマンド部隊3個大隊、支援部隊及び偵察部隊で構成される1個旅団となった。第1特殊作戦旅団はバグダードに拠点を持ち、第1大隊、第2大隊、第5大隊、 支援大隊、訓練大隊、イラク特殊戦学校センターが存在する。第一特殊作戦旅団は、黄金旅団と言われている。第2特殊作戦旅団は、バスラ、モースル、ディアーラーに拠点を持ち、4個、コマンド大隊を保有している。第3旅団は、あるアサード航空基地に拠点を持ち、地域コマンド大隊、偵察大隊、支援大隊などがある。 他のイラク軍の一般部隊に比べ M4 カービン、ミニミケーキ艦銃、H&KMP5、M19 自動的弾銃といった、欧米製の装備を多用しているが、PKM、RPG-7 など、旧来の装備も使用している。また、車軸として、ハンビーを使用するほか、空軍にてミ、ミマイナス17と、暗視ゴーグルを運用したタイテロ作戦パイロットの、 要請も行われている。ありがとうございます。